フェミキの案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう<ん>6月六月29日 <laughs>、えー、水曜日時刻は午後10時を回りました、えー、皆さんこんばんは、えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの河村音でございます ごごめんごめんんなんかよちょっとちょっと待ってよ <laughs> あのずらが引っかかってからなんかあんま聞こえづらくてからさ、はい、すいません、はい、改めて <laughs> こんばんはいえー、今週もバタバタしながら始まりましたが、はいはい、皆さんあのなんだっけアンダー23オリンピックのねあの国内の最終試合がありましたけど皆さん見てましたか自分もちょっと途中まで結構 4−1 で,で終わったのかな、自分も途中でちょっと出てしまったんですけどなかなかね、ぎすぎすした感も見られながら <laughs> まあ最終選考をね、ちょっと兼ねた試合なのでねあのこの当選状にいる皆さんはね、なかなかぎす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 なんて言えばいいのかなあの最終のねアピールの場所なのでね、あ。のー もう思いっきり、もう死に物狂いでのアピールになったのかなと思うんですけど、まあ、うーんスターメンだったり見てみるとうん今までの堅、ね、いメンバーがスターメンだったりという部分もあったけどやっぱり怪我から、ね、あの戻ってきていたの中島選手だったり室、ねまあ、あ谷選手もやっぱそうなんですけどうんなかなかいい具合に、ね、復帰してるというか。もう仕上がっ 言ってる感もね。やっぱあったので、うんやっぱ良かったなって思いますよね。まあ、ただ、それでその辺をね。差し引いたとしても、だいぶだいぶなんていうの？あのー、怪我人がね。多くてうんなかなか。うん、監督のね。思い通りにはいかない部分もあるとは思うんですけどね。うん、まあこの。もうね。日は決まってしまってるのでね。もう発表がね。確かのオリンピック代表の。 最終発表が、えー、と7月1日かしあさってあさってになるのかなうーんなかなかねどんな感じでメンバーが選ばれるのかなって楽しみですけどうんまたねここでもいろいろお話ししていけたらなと思いますのでね皆さんぜひよろしくお願いいたします <laughs> はいはい、えー、じゃあ進めていきましょうはい、えー「沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは」はサッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、えー、日本代表からフットサルビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまであらゆるサッカー関連のお話の中毎月お題を決めてわいわい楽しく会話をしていきましょうというまるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございますええー、午後10時までですねどうぞお付き合いくださいよろしくお願いいたしますはい、えー、この番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄若田生骨院 真心美味でご提供、居酒屋魔淳、氾濫注意のハンバーガーショップ、チムフガス。以上、各社の提供でお届けいたします。はいはい、スポンサーさんのね、もう、この、若田さん、俺、最近行ってないんでね、最近行ってないというかあの、最近、なんていうの、この、体のケアをしてもらうほど動いていないという、<laughs> 動けよって、<laughs> 動こうよ。<laughs> 頑張って、ね、やっててねやもう県リーグもねまた9月からまた再開しますのでね、はあ、なかなかね一生懸命やらないといけないんだけどね <laughs> まあ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 これはねあ,の、はい、あとね、あのー、番組でねここ、えー、先週もちょっと T シャツ着てたんですけど、あのー、スポンサーさんのねジムフガスさんも、はい、相変わらずの大盛況らしくて、あのー、夕方とかに行くと、あのー、売り切れごめんでお店が閉まってることも多々。 あるそうです、うん、皆さんぜひねこのもう結構ねあの雑誌だったりメディアだったりもうテレビも含めてねいろいろ紹介されてるのかな結構多いと思うのでねあのー、あ見たことあるとか知ってるとかいう人も多いと思うんですけど、うん、お昼前に行かないと、はい、もうお昼過ぎるともう大渋滞してるからさうんこの、ね、皆さんぜひこの、えー、氾濫中のハンバーガーショップチム・フガスの方も、はい、ぜひよろしくお願いしますね。 ははい、はいで冒頭でちょっとお話ししましたけど、えー、オリンピック代表の今後の、まあ、予定なんですけどねき、えー、今日が国内最後の試合で7月1日にこの、えー、メンバーの発表が、うんうん、あります。でその後まあブラジルの方うに、ねえー、移動して、まあ、そこでキャンプを張りながら確かねブラジル代表とオリンピックのね ブラジルのオリンピック代表との親善試合が間に入ってそれから7月下旬にオリンピック、うん、開,会あ開幕になるのかな、うん、楽しみですね、もうずっとずっと前から言ってるけど番組で、ね、このお話ししてるんですけどこのうちアンチが、ね、入ればなって思う部分もあるんですけど、まあ、今回は、ね、ちょっと難しそうなので。 うん、次回に期待なのかなと思うんですけどいろいろねこのオリンピック大きな大会なので、はい、番組でもいろいろ取り上げてねお話ししていこうと思いますのではいあとねあのー、先週ちょっとお話ししたんですけどあのー、九州リーグ、えー、が あの震災の影響によってあのずっとお休みしてたよってお話ししてたんだけどあの今度の日曜日から、えー、無事無事というとおかしいんですけど、はい、あの再開されることが、うん、決まっておりますであのこの最初のさ、えー、1週目2週目をやってそれからずっとお休みしてたんですけど今度の日曜日に開催されるのがまあ 本来の、ね、スケジュール通りでいうと12週目、この12週目の、えー、リーグになる予定だったんですけど、この、まあえー、九州の、ね、震災の影響によりまして、3節からこの11節までのこのリーグは、えー、中止となっております。うん、で、今度のさ、えー、7月3日、日曜日から、えー、また再開されるこの第週目。えー 12週第12節からのリーグをまたあの、この成績だったりね、いろいろこの、えー、なんて言えばいいのかな、この試合をこなしていっての、えー、順位を決めていくというふうに、うん、もうこの決定しております。 であのこの7月3日に再開されます12週なんですけどあの沖縄県からね代表してはい九州リーグにただ唯一あの参加しています開放銀行サッカークラブの方が、えー、沖縄県ではい試合がありましてそれがあの、えー、と西原町陸上競技場に行ってあ、えー、午後1時からうん試合がありますのでね。あののー、長いこの 中断期間がね、ちょっとあったのでね、あのー、皆さんぜひね、ちょっとタイミングが合う方は、この海、えー、放銀行サッカークラブの試合をね、えー、応援しに、見に行っていただけたらなと思いますよ。もう一度、えー、日時言いましょうね。あのー、今度の日曜日です、7月3日日曜日、えー、午後1時から、えー、試合が西原町陸上競技場にて、えー、ありますので、皆さんぜひね、足を運んでいただけたらなと思いますよ。よろしくお願いしますね。また来週ねねここで、ね、あのー、結果 こんな感じだったよーっていうお話を、えー、できたらなと思いますのではいはいぜひよろしくお願いいたします <coughs> はいあとですねあのー、ちょっとねいろいろお話ししたいことが今日はねあるのですがちょっと早いけどちょっと一旦ここで CM 行っておこうかな一回ちょっと切ってみまはいじゃあい CM に行きます ははい、はいえー、っとですね今週も、えー、県内のねサッカー情報をいろいろお話ししていっていますよ、えー。よろしくお願いいたしますね。はいえー、っとですねあと、このここで FC 琉球の先週の、はい、結果なんですけど先週がね今、ごめんなさい、自分ちょっと詳しく今見たんですけどはい琉球はですねアウェーで栃木と対戦していますがうん。 1, <laughs> 1 0でねちょっと負けてしまってますね。で結構これに伴ってちょっと順位も下げてしまっていると思うんですけど、えーっとすね、今週の日曜日また沖縄県内の方で、はで、い、ホームでの試合がありますのでここがですねあのー、今ね連敗がちょっと、えー、続いていますので負けがねちょっと続いているのでうんこの辺でねちょっと盛り返してくれたらなと思いますよ。 で琉球はですね今度の試合が、えー、鹿児島との、うん、試合が、えー、決まっていましてここがえー、っと7月3日の日曜日、えー、時刻が午後5時からうん場所が、えー、沖縄県陸上競技場にて、えー、ありますのでね皆さんぜひうんこちらもねあのー、応援しに行っていただけたらなと思いますよはいまあ、さっきのねちょっとお話ししましたけど開放銀行のね試合をうん午後 1>, 1時からの試合を西原で見て午後5時には剣翔に移動して SDK の応援をすると、はい、もうサッカーばかにはたまらないなかなかの,、ね、あのこの面白い試合が続くのかなと思いますのでぜひ、ね、応援しに行っていただけたらなと思いますよ琉球の試合はねあのちょっと。はいえー 有料になってしまうんですけど、解放銀行さんの試合の方は、はいえー、無料で入れるのでね、あのぜひね、うん、行っていただけたらなと思いますよ、皆さん。うん、ぜひよろしくお願いいたしますね。はい。<laughs> これえー、ツイキャスが、えー、来ているので、えー、読みたいと思います。ブルガリさんんんありがとうございまますこばはた奇抜な 格好似合ってるよって <laughs> 似合ってるうんそうそう言われるわけよあの雷さんみたいだよねってうん <laughs> どっちの方ですか高木ブーの方ですよね <laughs> あありがとうございます、えー、わし F アンファンなんやけどってサッカーもねぜひはいあのー、これを機に <laughs> どれを機にを <laughs> よろしくお願いしますよはいえっとですねサッカー あのオリンピックのね、えー、今回の、うん、ブラジルの、えー、オリンピックのちょっとお話を、ね、まょ、あ、う試合もあったので、ね、ちょっとお話してたんですけど、もうさ、4年後の話をするのはさすがに早いと思うんですけど、ぜひ話させてください、<laughs> なぜ今 <laughs>、あのー、うちなんちでさ、えー、近所ジャスティン・としき選手。 うん、19歳の、えー、サッカープレーヤーるんですけど今、ねあの、ドイツの2部、えー、リーグで、えー、活躍している選手なんですが、あのー、番組でも何回か、ねあのー、兄弟でお話したことがあるんですけど、えー、3兄弟の中の,この、えー、ジャスティン選手は、えー、次男2番目でさ、えー、長男の方は、えー、去年、FC 琉球に、はい、所属していた。 えー、選手で、まあ、その一番下の子が、あのー、ハリルジャパンの、えー、代表合宿代表じゃねえや、なんて言のかな、このキッズのさ、全国から、えー、この有望な選手を集めて、あのー、キャンプ、ミニキャンプをね、一泊二日だったかな、うん、やってたんですけど、それに、このジャスティン,さんあジャスティン三兄弟じゃねえや、<laughs> 近所三兄弟の一番下のね、あのー、三男の。 えー、こ,こはこのハリルジャパンハリル監督の,この、うん、キッズの,このミニキャンプに呼ばれて、うん、しかもそこでねあの結構アシストもゴールもガンガン決めて、うん、結果も出してたんですけど、うん、その金城、えー、3兄弟の次男のさ金城、うん、ジャスティン選手は今19歳で、はい、ドイツ2部リーグであの活躍してるんですけど。 もうすでにね、あのー、自分ちょっとツイッターでもちょっと上げてたりしてたんですけど、うん、4年後のこの秘密兵器的な、うん、紹介もされてるんですけどね、うちのんちゅうがさ、この辺でちょっとね、海外で活躍してるのって聞くの、やっぱり嬉しいなって、うん、思うし、この4年後、もうまだ早い、まだ早いか、やっぱり。<laughs> でもね、やっぱり楽しみだなと。うん 思いますね番組でもう結構ね、ねもういろいろちょっと言いたい放題してたんですけど、うん、まあオリンピック予選も含めてねあのー、今回はうちながちょっと絡んでいなかったので、うん、まあね本当にまだ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 ちょっと早いんですけどねこの金城、えー、選手には今からねあのー、ちょっと活躍もうすでにね、あのー、現地でドイツでは活躍してるんですけどね。うん あのー、頑張ってもらって、来年の、来年じゃないや、<laughs> 次のね東京オリンピックの楽しみを、もう今から今からね、あのー、ちょっといろいろ、はんで、育んで、いろいろ紹介していきたいなと思ってるのでね、はいよろしくお願いしますよ。はいえー、っとですねそういうお話をしている間にコメントがいくつか、ありがとうございますね、皆さん、はナ内内直樹さん、こんばんは、遅くなってごめん、そんなことない、<laughs> 大丈夫。<laughs> いや、サッカーか1週間いろいろありましたねって、アルゼンチン、え南米予選ね、V、逃がしてしまって、うん、あとね、なんだ、あ、そうそうね、メッシー引退騒動って、うん、だからね、引退するのかな、代表、代表でね、代表引退するって、的なお話をしてたっていうけどね、どうなんだろう、うん、メッシーがいない、アルゼンチン代表、微妙ね。 <laughs> 俺が言うなって感じかな、うん。で、あと、アイスランドがね、大金キン星、えー、そして、長谷部結婚 <laughs>。そこ、そこか。<laughs> アイスランドはでもすごかったですね。あのー、なんだろう。昨日ちょっとテレビで見た、あれでは人口がね、那覇市と同じぐらいの、ね、人口。あ本当かな そんな、そんなもんなのかなでもでも、試合はすごくてね、なんだ、なんだろう、えー、っと、最高、うん最高瞬間視聴率が99%超えたとかなんかいろいろ言ってましたけど。うん、まあね、ともあれあの、対戦してたのが、まあイングランドでね、うん。結果がまあ、2、1か。 でもう試合内容も結構ねガチガチであの見応えのある試合だったと思うんですけど、うん、イングランドがね PK で先制して数分後か3分か4分後ぐらいにはねまた同点に、うん、追いついてそこからねまたアイスランドが1点取ってっていう試合の流れ、うん、<laughs> 見てる方は楽しかったですね。あの第三者の目からするとねもうでもインングランド のね、やっぱファンからすると、うーん、政治とね、サッカーは一緒にしちゃダメなんですけど、なんかね、うん、なんかいろいろ、ここじゃ言えないようなこと、はい、いろいろ言ってますけど、うん、そうだね、どうなんだろう <coughs>。あとね、ブルガリさんから、はい、マラどうなってどうなったのって。<laughs> ああごめんごめんああどうなったのかないろいろ、うん、メディアに出てたよなんか <laughs> 最近ね、あのー、日本のバラエティ番組でもねなんかおねえ説が、はい、よく取り上げられてますけど <laughs> どうなんだろうね俺は大好きよ、はい、あの本もいっぱい、はい、俺らの小学校中学校ぐらいの世代なんで、うん、今でも大好きなんですけどねまた監督やってくれないかな、うん、スーツでねだーとかやってるの,あの大好きだったんですけどね、うん、どうなんだろう はい、あとブルガリーさんからもサッカーの世界最高峰はセリエアなの的なね、はい、今来てるんですけどどうなんですかねあの一つの基準として見ればさあのチャンピオンズリーグってあるじゃないですかでそこはやっぱりあの優勝したチームの国もしくはこのベスト4とかこのトーナメントに多く残った国の えー、出場国、出場チームが多くなるんですよ。で、イタリアはね、今あの、スペイン、イングランド、ドイツの次なんですね。なので、出場国っていうのは、この上の3チームよりも、1チームか2チーム、確かへ少なかったんですよ。うん、なので、結果その、その結果だけを見ると、ね、今は世界最高峰ではないのかな、イタリアは。 うん当たってる脳内内内内さん <laughs> ごめんごめんうん一応そんな感じだと思いますはい、えー、23年前ぐらいかな出場チーム数は、えー、イタリアよりもドイツの方が、うん、確か増えてたと思いますやばい調べとこうね <laughs>、はい、あと脳内内内内さんからもはいえー、イングランド えー、EU, EU からね、離脱したから、うん、ってっ、うん何もねユーロ、ユーロまで離脱しなくてもいいのにねって、うん、だからね、そうそう、このイングランドサポーターの人もさ、うん、言ってた、あの、俺らは <laughs>、選挙も負けて <laughs>、アイスランドにも負けてって <laughs>、それはね <laughs>、どうなんだろうって感じはしますけどね。で、あの、ごめんごめん、そうそう。 これはちょっとお話ししておこうと思うご,めんごめんよ、携帯見ながらになるんだけどさ、あの沖縄ファミリーマートプレゼントであのビクサーレ沖縄 FC ナビ、えータが熊本震災復興支援チャリティーマッチを、はいえー、沖縄県で開催します。で、これ自体はさ、あのえー、この熊本のチームなんですけど、えー、マシキルネッサンス熊本 FC を、えー、沖縄に招待しまして、えー、7月23日土日 の土曜日で7月24日の日曜日、えー、両日ともにえっと午後4時キックオフで、えー、南城市陸上競技場にてこのチャリティーマッチを開催いたします、うん、各地のさコンビニこのファミリーマートにさ大きくポスターとか貼られてるのでその辺確認して見ていただけたらなと思うんですけどなかなかさいいんじゃないこんなの、うん、沖縄のチームがこの熊本のチーム読んで沖縄でなんかチャリティーやろうぜって、うん、なかなかね あの嬉はいこんなのがね沖縄でも開催されるようになってきたんだなって本当にあの小浜の後的にはおっさん的にはね <laughs> 思うんですけど、うん、こんなのは実はあのここ数年をさいろいろあって、えー、県内でこのもちろんサッカー、えー、プロのね試合もそうなんだけど、うん、サッカーを通じていろんなイベントをね沖縄から発信しようなんてことも本当はねあのここ そうだよほ、ね、んと45年で結構増えてきてると思うんですよだからこういう形でこのサッカーとのつながりを持っていただいたりサッカーを見るきっかけだったりっていうのをね増やしていっていただけたらなって本当に思うのでうんここでもねいろいろ本当にお話ししていきたいと思いますのでねよろしくお願いしますね是非まあ俺にはそんな力ないんだけどもう言うけどさないんだけど ね、そうこういう企画が,あ,企画があるときに、選手とか、ね、ここに読んで、ね、あのおしゃべりとかできたらいいのかなと思うんですけどね、ぜひそういうこともいっぱいやっていきたいので、はいまあ、できないよできないんだけど誰呼んでとかあったら一応教えてください。<laughs> できないと思うけどね、<laughs> うん、頑張るから、はい <laughs> はいえー、あとコメントが脳内内内側さんから。はい レアルとバルサがお互いの濃いイメージ出してるからねって、うん、そうですね。あの、さっきの、ブルガリさんのイメージなのかなあコメントに対する返事なのかなあのー、今だとね、やっぱりリーガエスパニョーラが、リーガエスパニョーラが、えー、最高リーグなのかなっていう、うん、えー、お答えが来てますね。スペインリーグなんだけどね。うん、やっぱそうなのかななんだろう、う知名度もね、やっぱり、うーん、 軍を抜いてるイメージはやっぱありますけどね。うん。まあ、でもね、あの、ユーロはね、スペインが、はい、イタリアにね、負けましたので、2-0で、はい、もう、時代がね、また変わる、一部分かもしれないですね。うん。はい、あ,あと、どんうち、あブルガリさんからも、ギナワのラジオ番組にサッカー枠があるなんて知らなかったな、そう、あんまり、うん、俺、はい、すいません、あの、もっと宣伝しれってよく言われます、すいません。<laughs> こんな番組ですが、はい、ぜひよろししくお願いしますそうそうそうだよね、ヒューロでさ、あの2 0だったしね、まあ、ロスタイムの失点だったのかな、2点目が。でもね、イタリアが、うん、スペインをね、2 0で、なかなか予想してる人って少なかったんじゃないのかなと思うんですけど、うん、楽しみね、これからも、あの今、ベスト8とか、来週、来週、決勝。 じゃないか再来週ぐらいかうんねもうまた来週もわーとかキャーとか言ってるはずだからさ <laughs> 皆さんぜひよろしくお願いしますはいえー、っともうそろそろちょっと時間がなくなってきたのであと1個コメントえー、誰だこれブルガリさんおおもう本当にね今週ありがとうございましたサッカー枠ーもっと宣伝しなさいってはいやりゃ頑張ります <laughs> やばいやばい。えー、っとねあ、こういうお話ししてる中でまた時間がなくなってきましたので、はい、残りね、ロスタイムも、えー、1分、はい、来てしまいました、えー。今週もね、皆さんいろいろお付き合いいただき本当にありがとうございましたね。また来週はさ、あの、オリンピック代表決まったよって、この選手が入ったねとかってお話をね、いろいろやっていけたらなと思いますよ。よろしくお願いします。はいはい、この番組は、あなたの専属トレーナーになります、沖縄若田製骨院。 真心ビミでご提供。居酒屋ゅん反乱注意のハンバーガーショップ。チムフガス。以上、各社の提携でお届けいたしました。はいはい。皆さん、あのー、来週もね、居酒屋さんで飲んでいるような緩い番組を、緩い感じのね、番組をお届けしますので、また来週もお付き合いしてください。よろしくお願いします。はい。最後に、野内内内さん。えー、FM 機能の Facebook や Twitter でも、もっと目立ってください。<laughs> 頑張ります。ありがとうございます。また来週です。